今南の海上に熱帯低気圧があって、まあ、今後台風8号になると予想しています。はい、台風になる、現在の熱帯低気圧の進路予想を見てみましょう。こちら見てみますと、まあ、今日本の南海上にありますが、この後北上して、土曜日頃に静岡県から関東に上陸もしくはその付近を通過していくという形になります。はい、まあ、これで天気が、まあ、崩れるというようなこともあります。まあ、関東では、大雨の心配も出てくるんですが、気温が一時的に下がりそうなんですね。はい、こちら東京の気温変化を見ていただきたいんですが、はい、はい、こちらここが今日ですよね。で、はい、13日土曜日です。この日が、はい、土曜日見ていただくとぐっと谷のようにね、気温が下がっているのが分かります。はい、ちょうどこの日台風が、通過していくという形になります。はい、まあ、35度以上のね、猛暑日も、まあ、昨日まで続いていましたけども、まあ、明日明後日とだんだん暑さが一時的に落ち着くという形になります。はい、はい、ただ台風が通過したらまた太平洋高気圧が勢力を増して、また猛暑が戻ってくるということになります。まあ、一時的ということですが、気温がね、少し下がってきますのでね、平年よりかなり低い気温という形にはなってくるかと思います。気温情報、雨の情報についてもアプリウェザーニュースから詳しく確認することができます。